ナイス、キャプチャーしていく。さあ行くぜ、最後の対戦。絶対勝つ、絶対勝つぜ。俺はリア充になってピーチ姫と毎晩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 すごいことをするんだぞ。ぶつけ持ちカップ、ナイス。このフットワーク、テンプシーロールを見るがいい。おら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 、マジかよこいつ、やりよる。オッケー、で、あと1回で仕留めてやるぜ。よっしゃで、トイレに、何やんかこれ。で、トイレする、お前邪魔だよ。すいません、して、オッケー、危ねえ、人としての威厳が保たれたわ。危ねえ、危ねえ、漏らすところだった。で、これすぐ流して、よいしょ、オッケー。で、赤ちゃん赤ちゃん腕が大変なことになってる。で、すぐ出て、ゲットするでしょ。で、次は、おしゃぶりだっけ？おしゃぶりだから、これ出して、ここに置いておく。で、あ、やべ、ちょっと待って大丈夫、じゃ、そっちじゃない、そっちじゃない、お前。パンツの方じゃなくて、こっちを取って、で、これ置いておく。で、どこだ？どこだ？おしゃぶり、おしゃぶり。わかっちゃうミーニュース今日はおかわりなさんですね。七時のミーニュースをお願いします。今日はどんなニュースかな。新種の H4 製品が発見されました。ヒカキン、そのまんまじゃねえかよ。やめろお前、ちょっと本名出すんじゃねえよ。あ、俺オリジナルだけどさ。俺もこのニュースが聞きたかったわ。そっか、ヒカキンか。もうそんな人いないけど、そんな人知らないけど、完全オリジナルだな、よかった。物を壊せるメンバーですね。この物を壊せるメンバーで街のありとあらゆるものを破壊していきたいと思います。うわー、そんな、バカ、うわー、ロリー、やあなぜか、うわー、ちょっと電車乗りたい乗りたい乗りたい。開いたってことは多分乗れるよね。めっちゃ移動してる。電源入れたからかな。あ、あのスイッチの作動したのが、あいつが動いたってことかな。どこだ、あ、え、え、怖すぎて飛び跳ねたんだけど。あ、嫌な予感するよ。ああ、え、え、無限ザランド、なんでサッカー、うわ神になったんだけど。え、なに、わー、すごいことになってる。セイントセイヤ、くっ、なんだこいつ。逃げましょう、逃げましょう、早く、あ、くっ、俺を、あ、諦めんなよ。こけたぐらいで諦めてんじゃねえよ、お前。え、嘘だろ。諦めが早すぎるよ。ヒロシは無我夢中で走った。毛並みもいいしね、ふっくらしてて。どうしてそんなに綺麗なの、ひまちゃん。飼い主にいたからだよ。そうなの。すごいね、かわいいね。みえよ、風がすごいよ、アブさん。ヘクトパスカルがすごい。私はね、10年後の未来から来たんだよ。顔芸もうまいんだね、ひまちゃんは。急降下、すごい急降下。重力の力が重力10倍はきついよ。お、バスケットボール、綺麗なフォームでシュートをしていますけれど、これが一体何なのか見てみましょう。あ、とんでもないタイミングで天から向かシュート打ってる最中に天に召されちゃったんだね。面白すぎるだろこれ。降りてきたら餌食なんだな、これが。いやー楽しい。リス狩りで楽しい。こっち来てるな、なんかいるよね。どこだ、来てると思うけど、そこら辺にいる。ちょっと、待って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 、今ホラーが、ホラーだよ。どこから出てきた。どうでしょう、ブティック。じゃあ、どれにしようかな。レオン、すいません、みんな状況の見込みを止める。
声一緒じゃねえパーティーのドレスでのめちゃ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 モナさんの好きなものってアブさんですか？お金とお前のでしょ。可愛いものでしょ。あとお金が好き。可愛らしい女の子だ。それからアブさん。アブさん？すげえ会話が成り立ったよ。だって素敵じゃない？あのお鼻とおひげと顔。なんです。上化粧も素敵だよ。そのたるんだごととってもチャーミングだと体臭が臭いところ。おいディスってんじゃない？店長は女の子がどんなドレスだったそうですね、露出がすごいのがいいですね。肌がたくさん見えるとなおよし。やっぱりキュートと愛らしさ。すげえテンポいいじゃん、完璧じゃん。色はピンク、やっぱピンクがいいですよね、黒よりも。昔は初恋の人がそんなドレスを着ていてもあれ、モナさん私宅するから誰が似合うかじっくり見まーすどうやって脱げばいいんだろう、これ。武器を拾うボタンかな。あ、そうだね、草だ。装備することもできんだ。じゃあとりあえずしまってみようか。で、全部拾って、おそらくここにあるやつを、あ、身やべえこんなのもゲットできんのやべえ、最強武器手に入れちゃった。これ誰の家？また新しく来たの？嵐の家だって。え、なに、二宮くんかな。どんな子だろうね。女の子かな、男の子かな。こんにちは。アイシーの準備も。いや、まだ朝ごはん食べてないから。アイシーの準備が整った。いよいよ最後の敵に立ち向かう。ブドウ糖を頭に入れないと頭働かないから、さすがに無理だよね。いいよね。なぜ準備ができたと言わない。だって朝の時間大変なんだよ。ここまで来て私をからかっているのか。ドライヤーも当てなきゃいけないし。終わりか。エンディングか。目の前にあるんだが。なんで陰を踏み始めたの。クリアも目前にしてまだ準備ができていないとはどういう。心の準備もあるじゃん。ふざけるのも大概にしろ。ふざけてるよ、ごめん私の言葉を忘れたのか。何だったっけ。ユダを倒す、ユダを倒すんだ。あ、それはするよ、ちゃんと。ユダを倒したい一心でここまで頑張ってきたのに、ここまで来て何を考えてるんだ。それは君の気持ちでしょ。準備ができたかの確認だって、準備ができている前提で聞いているんだ確かに断ることないよね、普通。このゲームを一体何だと思ってるんだ。あなたをいじるゲーム。よくある一本。あれ、なんか変わってんのかな。変わってる雰囲気はなさそうだけどね。どこだ、どこに置くんだろう。なんであってな、何？何だったの？どうして？やめて。ほら、動かなくなっちゃった、十字キーが。あー、ドキドキする。93、あ、93でろー。92号。多分ね、4、50人あたりがずっとね、せめぎ合ってんだよね。ちょうど100万人を狙おうと。頼むぜ、頼むね。あ、いったー、いったー一気にいったー。ちょっと待って、100万人一瞬で500人ぐらいパッと増えたんだけど。長い、危ねえ。ちょっとやめてよ、もう。何？ちょっと待って、ああ、壁、ちょっと待って、これ波動砲来るぞ、絶対波動砲来るぞ。早く壊して、落としなのか、ちょっと待って、お母さん、お父さん、産んでくれてありがとう。わあ、二つに分かれたよ。これ、ほんと綺麗に描かないと、ダメだろうね。真ん中に、こんな感じで、うんこで仕分け完璧じゃん。ほら、素晴らしいどうや、どうや、この完璧な別れぐらい。アビブ、イケメン、我らがアビブ。